始まるのスープだ。これは外見はまあボンネットとかそこらはまあノーマルで、おそらくオーバーフェンダーにしてあるな。オーバーフェンダーにキャンパーに引っ張りタイヤにバンパン、まあ特注のやつに変えてあるね。シートがプリント、まあ、結構キャンバーもついてあるよな。すごいキャンバーもついてある、いい具合に。これが BBS、めちゃくちゃリム深いね。引っ張りタイヤでいい具合に来てるね。引っ張りタイヤでかっこいい。エアロミラーで、シートはブリットか、ブリットのシートで、ステアリングはバックスピンで、近いっすよね。一丸のスープ、一丸のスープがちょっと人多くてなかなか取れない。これ今アメリカでは高いからね。このチタンの焼け具合かっこいい。マフラーね、マフラーはこれなんだろうな、ちょっとメーカーは分からんけど、これも多分エアササ当然組んであるよな。キャンバーもめちゃくちゃついてるね。タイヤ寝てるね、いい具合に。かっこいいよな。シートプリートのシート、まあなんかちょっとフィルムかなんか貼ってあるもんで、ね、ほとんど中見えないな。エアロミラーかっこいいね。決まるなスープ、ちょっと光りすぎて見えない。めっちゃ撮りたい、めっちゃ撮りたいけど人が多すぎて、人が多すぎて撮れない。80のスープでした。